トレーニングを頑張ってる皆さん、筋肉を大きくしていこう。もともと実はですね、体重が55キロとかなり細身な人間やったんですね。でそんな細い自分が嫌で筋トレを頑張っていたんですが、なかなか筋肉が大きくならず、どうしたらもんかなという時に出会ったのが、ある一人のニュージーランド人の男性でした。そのニュージーランド人の男性がとにかく力持ちでめちゃくちゃでかいんですが、僕にいろいろと教えてくださって、バルクアップ機というものを取り入れてから、見る見ると、いや、ムキムキと筋肉が成長していき、体重を増やすことに成功しました。そのバルクアップ期なんですけど、してない時期もあったり、してる時期もあったりと、まあまちまちにはなるので、トータルの時間でいうと約5年間のバルクアップ期を通して、筋肉だけで体重を15キロ増やすことができました。ということで、お恥ずかしながら、まず今の体と昔の体をちょっとビフォーアフターを撮っていきましょう。はい、こんな感じで体をガラリと変えることができましたが、今回この体を変えるためにやったものというものがたった3つのことなんですよ。なので、もしですね、筋トレを頑張っているのに筋肉がなかなか大きくならないと悩んでいる方は、今回のこの3つをぜひ取り入れてみてください。まずは1つ目、自分を超えろ。筋トレを頑張ってるから筋肉は確実に成長するんですが、今回ですね、最短でめちゃめちゃ早く筋肉を大きくさせたいということなので、そのために大切なことというのが、昨日の自分を超える、限界突破です。例えばトレーニングで限界を超えるというものは、回数であるとか、重さであるとか、少し風が強いぞ、大丈夫か、音を拾っているのか、はい、回数または重さで超えるということです。ウェイトトレーニングをやっている方なんかは分かりやすいんじゃないでしょうか。ベンチプレス、前回の記録よりも1回多くかける、同じ60キロだったとしても10回上がったのなら11回上げれるように今回はチャレンジする。そして前回60キロでトレーニングしたんやったら、今回は回数は減るであろうが 62.5 キロでやってみるというふうに、重さまたは回数を増やしていくことで、どん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 と限界を突破していきます。まあとは言ってもですね、人間たるものコンディションや気分なんかは毎日違う、これが人生の醍醐味だとは思うんですが、その気分によっては前回の自分より下回ってしまうこともあったりします。こういった記録を超えられなかった時期なんていうのがあっても大丈夫です。しっかりとそれでも筋肉は大きくなっているので、今回ですね、もし自分の記録を超えることができなかったら、それを悔しさをバネにして、次回また超えれるように挑戦したらええじゃないですか。過去の自分を超えていくぞ。続いて2つ目、タンパク質をしっかりと食べましょう。このタンパク質というものは筋肉の栄養になる大切なものになるんですが、筋トレで筋肉が大きくなる、そんなイメージもあるかもしれないんですが、筋トレで鍛えた筋肉がタンパク質をいただくことによって、1日2日3日と時間をかけて、実は筋肉というものは成長してくれます。はい、だから大切なことというのは、筋トレが終わった日だけ、筋トレをした日だけタンパク質を摂るのではなく、毎日毎日タンパク質を摂ることが大切になってくるんですよ。はい、その時の目安なんですけど、まあ、体重かける 1.5g 以上毎日摂ることがおすすめなんですが、例えば鶏胸肉や卵や納豆や魚などにタンパク質のはたくさん含まれてるんですが、ぜひですね、皆さんタンパク質を摂ってあげましょう。世界中にいろんな人がこの世の中にはいますが、あなたという一人の人間は世の中で一人しかいません。そんなオンリーワンの花を咲かせるために、筋肉というオンリーワンの花を咲かせるために、タンパク質という栄養を注いでみてはいかがでしょうか。3つ目、炭水化物で
体重を増やそう。結構ですね、最初の1つ目と2つ目に関してはできてる方、できる方が多いんですよ。まあ皆さん筋トレ好きやからね、筋トレ頑張れる方っていうのは多いと思うんですが、この炭水化物というものがかなり厄介になっていきます。で、体重を炭水化物で増やしていくとどういうことになるかというとですね、人間というのは面白いもので、ホメオスタシスとか働いて体重を増やしていくとどんどんと体重が増えなくなってきます。だから例えば炭水化物というものはお米、芋、穀物などに多く含まれているんですが、お米でちょっと例えてみましょう。このお米をですね、1日茶碗で2杯ずつ3食食べていたとします。そしたらある時体重がパタリと増えなくなってきてしまうんですね。その時に大切なことが、お米をさらに増やしていくこと。朝は3食、昼夜2食。それでも増えなくなった場合は朝昼夜3食というふうに、どんどんとお米を食べる量を増やしていくんですけど、まあここがとにかく大変なんですよ。ダイエットをするよりも体重を増やす方が難しいとおっしゃられる方が多いほどですね、ここで頭打ちになってしまう方も多かったりするんですが、いかにここで食べるか、食べまくるかして筋肉をでかくしてやるよと熱い思いを持つことが大切になってくるので、ぜひですね、お米を食べる量というのを増やしてみてください。というのもですね、炭水化物というのはタンパク質と同じぐらい実は大切なんですよ。この炭水化物というのを食べることによって血糖値があって、インスリンというホルモンが分泌されます。そのインスリンが分泌されることによってタンパク質がしっかりと筋肉に栄養行き、しっかりとそこで筋肉が育つので、実は筋肉を大きくする栄養の一つとしてタンパク質以外に炭水化物がめちゃくちゃ大切になってきます。ではですね、ちなみになんですが、僕が増量中バルクアップ期に食べてた1日のお米の量っていうのをちょっと目安にしていただくといいかなと思います。まず最初は1日茶碗2杯ずつ食べてたんですけど、体重が全然増えなくなってきたということなので、最終的に1日5合から6合のお米を毎日食べてました。それによって体重は一時期80キロほどまで増えたんですけど、筋肉もガツンと、ちょっとね脂肪も増えちゃうんですが、筋肉もガツンと増えたので、ぜひ体重が増えない方というのはお米の量をどんどんと増やしまくってみてください。筋肉をでかくするために、食べるか食べまくるか。はい、ということで今回のやり方に関しては最短で筋肉を大きくする方法になりますので、これが完璧だと、これができていなければ筋肉が大きくならないのかというと、そういうものではありません。皆さんの努力、今まで頑張ってきたものというものは無駄になることは絶対にないので、今まで頑張ってきてた人は大きな拍手、そしてナイスと褒めまくってあげてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしチャンネル登録はまだの方はよかったらチャンネル登録お願いいたします。もしよかったら筋肉で高評価ボタンポチッと押していただくとめちゃくちゃ嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。